行くわよ。無敵かと思いきやすでに狂気だな。お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。刀の錆にしてやるぞ。フォーガチュウ、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 とどめ、アンティバレス。この程度で呪い、フェイドブラック、そこだ。こいつはどうだ。とどめ、アンティバレス。やれやれ。緊張してるのか、ライフセット。少し。ならば、わしがまじないを教えてやろう。フィッチ、ウィッチ、フィッチってやってた、あれのこと？あれは運勢や未来を見る占いじゃ。まじないというのは、自分にかける幸運の魔法のようなものじゃよ。この呪文を唱えるんじゃ。マギンプイ！ほーれー、効き目抜群じゃ。どういうこと？何の魔法なの？どうでもいいことがどうでもよくなる魔法じゃよ。どうでもいいなら最初からどうでもいいだろ。人は気づかぬうちにどうでもよいことに囚われる生き物なんじゃって。とにかく、わしの後について唱えるのじゃ、よいな。お、うん。マギンプイ！マギンプイ。声が小さい！もう一度！マギンプイ！マギンプイ。もっと心を込めて、マギンプイプイ。マギンプイプイ。もっと、マギンプイプイ。もっと上げて、マギンプイプイプイ。しー、静かに。わしらは侵入者じゃぞ。ええー、これがお約束なんじゃ。うるせえ。なんじゃなんじゃ、和ませようとしたわしの心がわかるのか。今は和む必要なんてない。まったく、ゴーマと精霊には余裕がなくて困る。マギンプイ。ん？どうでもよくなった？くぅ、棒に慰められるとは。もう、どうでもいいわい。油断は禁物だぞ。フォーガチュー、フォーガチュー、見切れるか、フォーガチュー、見切れるか、そこだ、フォーガチュー、とどめ、アンディバレス、逃がすかよ、フォーガチュー、くだば、襲撃ヒット、この距離なら外しません、ゼロの方、吐く、フォーガチュー、うわっ！
邪魔するなら始末する。浄水洗浄ここだ。やれやれ。あんたがギデオン？祈りの途中だぞ。何者だ？先に聞いたのはこっちよ。無礼な。だが、ゴーマならば当然か。そこまでです！マギル占い大当たりじゃ。待ち伏せか。これも死神の力か？それともあのばあさんに売られたかな？調べたのね。ネクターの元締めがそいつだって。そう、あなたたちが起こした事件の関連を洗ってギデオン大司祭に行き着きました。知った上で守るの？処罰は聖霊が厳正に下します。処罰だと？私がどれだけ聖霊に便宜を図ったか分かっているのか。ベルベットや、そやつを追い詰めてくれたらいいことが起こるかもじゃぞ。ガイアは黙ってなさい。どけ、後腐れなく片付けてあげる。させません。聖霊の規律にかけて。増援か。飛び道具は向こうの方が上か。頭を潰せ。任せる。
レノア様をいじめるなでこよくもわしから逃げてくれたの。マギル姉さん。元さやに戻ってもらうぞ。七つ目の森に生まれし一族よ。今再びちぎりを交わし、我が悶々たる記念、混沌を極めし一滴とならん。覚えよ、何時に与えるマナを。フューシーカス！ビーム！ソーバット！みなぎってきた！この力は、タイマシ！違う！わしこそは、健康雨天をおもちゃにし、鬼をもおちょくる大魔法使い。あ、マギルー姉さんと覚えおけ。人の身でゴーマに味方するとは、恥を知りなさい。行くわよ、クーハーゼ。一個貸しよ、マギル。わしはろくろずしが手首がくれるぞ。じゃあ今すぐ返して。ご利用は計画的にな。逃しはない。わしだ。はやっ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 。くたびれた。どいて。どきません。待ってくれ。すべて清涼のためにやったことなのだ。神殿建立の費用がいると言われて、それでネクターを。勝手に製造量を増やしたのは悪かった。だが、それもわしなりの救済のつもりだった。話し合おう。誰に頼まれた？被害者か？医者どもか？それとも、まさか、アルトリウスか。そうなのだな。くそ、私を決して闇に葬る気か。おのれ、私がどれほど援助をしてやったと。いかん。ベルベット、救世主面の若造が。
されてたのか。ごさっとしないで、死んだら本は読めないわよ。ベルベットこそ。追わんと逃げられるぞ。逃がさない、追って殺す。大司祭までゴーマ病になるなんてね。限度を超えたということじゃない。今の悲鳴は。捕まえてるってことか。この結界、前に。何はともあれ依頼は果たせたの。結果的にじゃが。そうね、報告に戻るわよ。大司祭に何を。それにこのゴマは一体。知らないし興味もない。ふざけるな。ふざけてるのはそっちよ。大魔師の力なしで私とやるつもり。なかなか盛りだくさんな一夜だったな。気を抜くな、まだ夜は終わっていないぞ。大魔師から精霊を奪うとはな。どうやったんだマギル。もともと美炎風はわしの精霊なのじゃ。そりゃ裏切って家出しよってからに。マギル姉さんの精霊使いのパッドさんに耐えかねたんでふ。さすらっていたところをエレノア様に拾われたんでふ。エレノア様は優しかったんでふよ。そうかそうか。今の発言含めてどうお仕置きしてくれようかな。ビリーン、またバッドの日々が戻ってきてしまったでふ。あんた大魔師だったのね。違う、魔女じゃよ。こやつは魔法の種と仕掛け的なあれじゃ。だから精霊と契約できるのは大魔師だけでしょ。そんなのは大人が勝手に決めた儚いルールじゃよ。やめておけベルベット、問い詰めるだけ無駄だ。無事依頼を果たしてくれたようね。相変わらず早耳ね。それだけが取り柄なのよ。自分の耳は遠くなったけど。結界を通る鍵の情報は？わかったわ。
アルトリウスがいる神殿を守る結界内には高位の対魔師しか入れない。そして高位の条件は A ランクの精霊を4体以上連れていること。うん、つまり4体の強力な精霊がいれば俺たちも結界を抜けられるってことか。だが精霊に従わない精霊は滅多にいない。考えたな。こう見えても僕は A ランクなのでふよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと一体精霊がいるな。タイマシから奪うしかないわね。わしも行くのか？めんどいんじゃが。来なくていい。けど、ビエンフは置いて行ってもらうわよ。礼儀がなってないの。そこは、ご同行ください、マギル様。じゃろ。頼んだら来てくれるって言うの？同志を襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞ、めったにない見せ物じゃし。マギル姉さんは、こういう人なのでふ。僕、みんなに、一緒に来てほしい、です。お願い、します。ライフセット。そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。用は済んだ。これは返すわ。持っておいきなさい。それがあれば私たちの身内として援助が受けられるわ。救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。ずいぶんお行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。警告はしたから。待て、ベルベット。おや、まあ無理もない。長い夜だったからな。援助頼める？ええ、もちろんよ。起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。眠くなるのもお腹が空くのも自然なことよ。食べたりしないって。昨日の怪我は痛いのも自然なことだと思う。平気よ、こんなの。強いんだね、ベルベットは。強くなきゃいけないのよ、仇を討つために。仇。出発するわよ。六郎たちは広場で待ってるはずよ。
鍵を殺さないでよ。そっちも棒を食べてないじゃろうな。大事な鍵じゃぞ。分かってるわ。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく、聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのよ。本当に神様ならゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょう。カノヌシは存在しないっていうのか？カノヌシと呼ばれている何かはいる。特殊な術で精霊を降臨させたやつ。言い切るな。3年前にこの目で見た。ほほん、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろん。第一狙いはアルトリウス。それ以外はどうでもいいわ。アルトリウス様は弟の仇。さーて、ライキゼット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔師が剣門を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に剣門の様子を調べるよう、シルフもどきを飛ばしておいて、その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。大司祭様がお怪我をなされてしばらく療養されることになったそうよ。教会の人は大司祭様が離宮を片付けているときに棚の上から荷物が落ちてきたって言うんだけど、王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もあって。それが本当なら一体誰が。いつも素晴らしいお話をしてくださってみんなとても尊敬していたのに。物騒な話ね。ええ、私は噂だと信じたいんだけど、子供たちが怖がってしまって。私は全然怖がってなんかないよ。嘘だ、お姉ちゃんが泣いてるの見たもん。僕は全然怖くなんかないよ。悪い賊が来たら僕がやっつけるんだ。その迫力なら悪い奴が逃げそうね。棚ぼとで大怪我とは抜かりのない情報操作じゃの。城で司祭が殺されたなんてことになったら誰もお上を信じなくなるからな。その怪しみなり、お前らあれだろう、忘れもしない。ローグレスの入り口で鳩出したマミムメ奇術団だろ。マミムメではない、マギルー奇術団じゃ。なんじゃお主、あの場におったのかい。そうとも、ゼクソン港から来て検問でお前らを見て楽しみにしてたのに、いつまで経っても話を聞かない。でもここで会えたが100年目だ。明日にでもゼクソン校で講演してくれないかな。そっちの愛想のない姉ちゃんのポッポからの魔法使いの姉ちゃんの鳩記述。やってもいいが、わしらの出演料は高いぞい。金ならある。あれが見られるんならいくらだって出すぜ。断る。そこをなんとか。しつこい。なんだよ、釣れねえな。今回は縁がなかったと思って諦めるのじゃ。さもなくばお主がこの世から消える記述をこの弟子がやりかねんぞ。
いいじゃねえか、やってくれよ。弟子にやらせてもよいが、お主は消えたまま戻れぬぞ。それでもよいのか。マジじゃ。そしてわしらはマギルー奇術団じゃ。次の機会を待つがよい。